皆さんこんにちは、あさひです。今日はですね、ナーズさんから新製品をね送っていただいたりとかしたので、ちょっとねどれも可愛いので早速ベースからやっていきますね。すごいなんかしっとりしてんだよねこれ。めっちゃ密着度合いがすごいですね。あ、いい。まずはこちら、ラロッシュポゼ UV イデア XL プロテクショントーンアップローズ。これ新しいお色でございます。ちょっとこのピンクっぽいお色が入ったものですね。最近もうこればっか使っちゃってる。なんか元々のやつも好きなんだけど、これの方がよりこう肌なじみがいい感じっていうのかな、すごく自然に使える感じです。続いてこちら、ナーズのティンテッドグローブースター。これも新しいやつ、2月発売のものなん でこれがツヤっぽくね見せてくれる、こういった下地といっても、あの多分あれ入ってないんだよね、日焼け止めは。なので別なものは塗らないといけないんですけど、ツヤっぽくお肌を見せてくれるものなので、お肌をこう綺麗に見せていきたいなと思います。全顔じゃなくていいと思うんだけど、顔の中心部分ですね、おでことか鼻、あと頬の部分、すごくね、なんつーの、自然な、超自然なフィルターかかったような肌にしてくれる気がする。結構私これすごい好きなので、これだけでも十分なんかね綺麗になってくれるから、ファンデーションも本当に少しだけ、ちょこんこれぐらいだけ。こちらはディオールのフォーエバーフルイドグローファンデーションですね。頬のところと、おでこ、鼻、顎、あんまり薄すぎず濃すぎずな肌を作っていきたいですね。そしたらランコムのタンイドルウルトラウェアコンシーラー02番、こちらを使って目の下のクマ隠していきます。チュン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 、目の上のこの血管とかもね合わせて。コンシーラーとかはもう本当に隠したいところだけのっけるイメージで、そしてパフでセットしていく。整いました。チークはこちらカジャのモチポップの02番ですね。指にねさーっと取って、結構しっかりつくんですけど、軽く仕込みのチークを入れてきます。これ入れるとなんかこう元気な顔になってくれるので、どんなアイメイクにしても比較的合いやすいから。お粉を眉上と目の下、あと目の上、なんか顔周りはいい感じでツヤ出てくれてるから、そのまま残したいですね。そしたらね、アイシャドウ、これめちゃめちゃ可愛いパレット、シャーン。こちらがアフターグローアイシャドウパレットです。3月の13日に限定発売の商品みたいですね。で、私がいただいたのはこのオレンジにね輝くパレットなんですけども、もう一つねこういったピンクのものも出るみたいです。あ、こっちはあれだ、チークだ、チークのパレット。じゃあアイシャドウはこれだけなんだ。でも結構いっぱい色入ってそうですね。じゃじゃじゃーん。これだけあればもう何ルックできんのっていうぐらいめちゃくちゃ使いやすそうな。からで、今のパレットとは別にですね、こちらもパワークロームルースアイピグメント、こちらも3月13日、あ、同じ日に発売なんだね。数量限定のアイテムみたいで、めちゃめちゃしっとりとしたピグメントが入ってるっぽいんですよね。こんな感じでギュッとピグメントが詰まってる。ピグメントってだいたいサラサラしてるものが多いんですけども、すごいなんかしっとりしてんだよねこれ。めっちゃ密着度合いがすごいですね。ギランギラン。この色とかもすごい使いやすそうなカラーですね。いや、このしっとり感すごい新しい。じゃーん。わー、これ皆さん使いやすいんじゃない。綺麗。そしたらね、最初これ使っていこうかな。このピーチカラー、ちょっとこの桜ブラウンっぽい感じにしていこうかなと思います。さっきのブラウンも可愛かったから、でもこのピンクとも相性いいと思うんだよね。うわ、この色可愛い。やっぱなんかね、こういう色使いたくなってくるよね、あったかくなってくると。ちゃんとこのマットとか、
ラメ感があるものとかいろいろ入ってるから質感の違いも出てね、使いやすそう。このパレットてか可愛いな、本当にいい色いっぱい。こんな感じ、ピンクが乗りましたね。さっきのブラウン乗っけてみようかな、このピグメント、この際のところに薄く、あ、思いのほかなじませやすい。え、かわいいかわいい、どうしよう、最高の組み合わせを見つけてしまったかもしれない。うわ、このブラウンピンクに合う。案外調節結構しやすい気がするな、これ。ピグメントってほんとなんかね、ゲラーみたいな感じのもの多かったりするんですけど、何も水とかつけてないのにしっかりついてくれる。なんかこの2色だけでもいいんじゃないかっていうぐらい組み合わせが良いですね。ちょっと顔の想像がしにくいので眉毛もうちょっと描いていっちゃいます。なんかさ、全然関係ないことなんだけどさ、ベッカムとビクトリア の, あの息子たちのインスタをさ見てたんですよ。なんとなく、うわかっこいいと思ってね見てたんだけど、まあ、年齢的にもさ、私なんかよりも多分20とかそれぐらい若いでしょ。でしかも言語も違うわけじゃん。でも言語とか年齢とか何にも関係なく人と同じ人としてね接した時に、もしかしたらめっちゃ性格合う人なんかかもしれないじゃん。でもったいないなって思った。ちょっとなんかめっちゃ気持ち悪いこと言ってるけど、まあ要するにあれですよ、ベッカムファミリーはかっこいいっていうことが言いたかった。そして何かお近づきになれるような人生を送りたかったっていうことがね言いたかっただけです。そしたら眉毛かけたので、下まぶたにさっきのちょっとこうキラキラっとしたピグメントをのせていこうかなと思います。こっちの9131番と9132番でねちょっと迷ってるんですけど、見てわかるかな、こっちの方がねピグメントの粒子がなんか面でザグザグある感じ、こっちの方が細かい感じ。色的にはこっちの方がいいんだけど、多分これ上まぶたとかの方が安全そうなのでこっちかな。この下のところ入れてってみようかな。あ、いいかも。すごいやっぱフィット感がめっちゃいい。あ、チップでもいける。うん、これはチップの方が入れる幅とかが調節しやすいかもですね。でちょっと指にとってこの中央のところにも乗せていってみます。あ、可愛い気がする。そしたらリップもねいただいたのでこちらも塗っていきたいと思います。これも3月13日に、数量限定発売のアフターグローリップバーム。こんな感じで6色ね新色が出るみたいですね。あとなんかリップクリームみたいなやつで、私がいただいたのが1356番ですね。シアーダスティーローズっていうカラー。色味的にはこんな感じ。目元の桜カラーとももしかしたら相性いいかもしれないですね。あ、かわいい。透け感があるんだ。本当にリップクリームみたいな使用感。トロトロトローって感じ。あ、いい。好きです、これ。縦じわとかもなんか綺麗に見える気がする。そしたら細かいところ仕上げてっちゃいます。キャンメイクのクリーミータッチアイライナーで際のところにアイラインを引いていきます。ピグメントが綺麗なのでそれを目立たせたいから本当に際のところだけに入れようかなと思います。粘膜に引くことできる人は粘膜に引いてもいいと思いますね。私粘膜引くと下のまぶたついちゃう目の形状なんでちょっと上の方に描いてますけど、で今描いたラインを少しチップでぼかしていって、いつもより気持ち長さ出そうかな。えこんな感じ。最近は目尻のところだけリキッドで描き足すことが好きでございます。そしたらマスカラはいつものトワニーのララブーケマスカラベースを塗った後にケイトのラッシュフォーマーボリュームですね。でしっかりと上がったまつげを作っていっちゃいます。さっきのこのパレットのハイライトカラー、ここら辺を使って目頭のところ少しハイライト、クマの目立つところも
ハイライトっぽく。これハイライトにもそのまま使えそうかもしれない。あ、綺麗これ。なんかリップこのままツヤっぽいのもいいんですけど、目元キラキラしてるんでちょっとマットっぽさも加えていこうかなと思います。こちらクラランスのミルキームースリップ02番ですね。これも新製品、新しいやつなんだけど、先っちょがこういうスポンジみたいな感じになってて、このまま塗れますよってやつ。質感を変えてきます。これ単体でもね、すごい好き、よく使ってます最近。パサつかずに唇を明るくさせてくれる感じ。と美味しそうな唇にしていきたいので、少しオーバーリップに。はい、こんな感じでメイクはいいかなと思うので、髪の毛とお洋服変えていきたいと思います。はい、ということで髪の毛もセットしてお洋服も着替えてメイクの完成です。ちょっとね、髪の毛もかき上げ風のダウンスタイル、下目にゆるく結んでみました。で、目元キラキラで、あの肌感もちょっとね、さっきのグローブースターつけてるおかげでちょっとねツヤっぽくなってくれてるので、リップはねあえて少しクラランスのこちらを塗ってちょっとね質感を抑えました。おかげでバランスが良くなったような気がしますね。ということで今日は、いろんな新製品使って春っぽメイク仕上げてみました。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。